でも全然ちゃうよ、こう血色も違うし、そうこれ整形したんちゃう。小川慎弘です。はい、そしたら今日のね動画はですね、特別ゲストをお呼びしてまして、やっていこうと思います。じゃあお呼びしますね。あやまりちゃんどうぞ。はーい、チョキ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 。こんにちは、表参道ヘアティストあやまりです。はい、今日はですね、友達のあやまるちゃんに来てもらったんですけども、現役の美容師さんでね、はい、とっても綺麗な猫背と、とっても綺麗なエラをね持ってるね美容師さんなんですね。相変わらずめちゃめちゃいじりますね。ところで今日何しに来たの？いやいや、ここどこだと思ってるんですか先生？ここは、スピード小顔ですよね、うん、だから私を小顔にしてもらっていいですか？そうやね、久々やもんね。ところで、じゃあどこ悩んでんの？すごいいじられるエラと、うん、あとこのほうれい線 と、あと頬骨、うんうんうん、なるほど、とあと目がむくみやすいので、うん、なんとかならないですか？なんとかなりますよ、それは。でもエラ取っていいの？あ、取ってください。だって傷つけちゃうから、先生に。そうやね、はい、切っちゃう。でも今日はあの美容師じゃないので切らずに、あのハンドの手技で、まあセルフケアにもなるんですけど、これやってもらうことで誰でも、小顔になれちゃうんで。じゃあ今上がったエラーと、ほうれい線と、頬骨と、目の周りをじゃあスッキリさせていきましょうか。お願いします。じゃあ、座りましょうか。はい、はい、そしたら、うん、ちなみになんか自分で普段やってることとかある？まあ、一応電気針ブラシで、こうやってやってはいるんですけど、電気ブラシでエラーを研いでる。はい、エラーを研いで、よりより目立たせて、うん、やってるんですけど、針を出して。どうですか？いい感じ。ありがとうございます。で、これね、あのエラ張りって結構あの女性の方、うちのお客さんも気にしてるんだけど、あの骨自体よりも結構ね、食いしばり、目線がちょっとこう下がると実はね、食いしばっちゃうね、うん、なので案外こうエラ張りって言っても、後筋っていうね、エラ筋っていうエラの筋肉が張ってエラ張ってる方いるので、これね、あの完全に後筋っていう筋肉よね。なのでこの辺の筋肉がキュッと締まると、あのスッキリすると、結構それだけでもね、整形中に顔変わったりすることもあるんで、じゃあやっていきましょうか。お願いします。で、まずはじゃあちょっと顔触って、これ片方ずつやった方が分かりやすいと思うんだけど、どっち行く？右で。右、 OK。 じゃあエラーはですね、ここ、後筋っていう筋肉があるんだけど、ちょっと食いしばった時に硬くなる筋肉、ちょっと頬骨からこのエラーの方に縦に出してる筋肉ね。はい、でこれを、マッサージします。やり方はつまむんだけどね、こう皮膚じゃあかんから、くっと食いしばって筋肉の太さ、筋肉の厚みを確認して、そこをつまんだら口を半開きで、そのまま上下に縦に揺らします。これじゃあね、ちょっと30秒ぐらいやりましょうか。ちょっと痛いんですけど合ってますか？あ、痛いんだったら、まあ、あの痛すぎなければ OK、 痛気持ちぐらいは。多分めちゃくちゃ張ってるから。で、なんかね、感覚としてつまんでるとこがちょっと緩んできたなと思ったら場所変えて、うん、どんどん場所変えて。そうそうそう。でもなんかいますね。うん、いるよね。います。はい、 OK。 じゃあこれで一回触ってみて。あ、すごい。これは軽いマッサージだけど、さらにここからもう一段階上げて、このね、エラ筋をやっていくんだけど、同じく筋肉をつまんで、食いしばって筋肉確認してつまんで、でつまんだら半開きで、そこからつまんだ状態で上にグーッと持ち上げます。グーッと、そうそうそう。これもじゃあ30秒いきますね。で、これはもうずっと同じ場所を30秒キープですね。で、これ本当にね、筋肉つまんどかないと意味ないんで、皮膚だけだったらただ皮膚が伸びるだけなんで、必ず噛んで、グッと噛んで、噛んだ状態で筋肉を掴んでから、で、上げる。で、これも多分ね、あの最初の厚みがなんかふわーっとね、溶けてくる感じ、うんうん、それが緩んでる証拠。 OK、うん、はい、じゃあこれでもう一回触ってみて。おお、え、ここが余る、うん、いい感じよね。すげえ。そしたら、次はほうれい線で、ほうれい線は、まあ、さっきのこの頬肉、ここのそのボリュームのあるお肉と関係するんだけど、このほうれい線っていうのは頬骨が前に出たりとか、うん、でお肉下がってくるとそれでたるみになっちゃうね、うん、でまずは、この頬骨引っ込めちゃいます、うん、右をやるので左手でこの耳の後ろのね、この骨、この骨をこの3本指で捉えて、うん、後ろに引っ張ります、うん、
張ります。ちょっと皮膚もね引っ張ると思うんだけど、骨を捉えてちょっと引っ張ります。そしたら頬骨を手のひらのこの真ん中、真ん中で軽く押します。そう、この肉球とかだったらついつい押しすぎちゃうんで、手のひらでこう頬骨を掴んで、押しにくいでしょ、うん、そう、これで OK。 はい、これも30秒ね。多分これね、出っ張ってる人とか、自分でねマッサージも結構グイグイやっちゃう系。私は痛いのが正解だと思ってました。いや、それね、違うんですよね。いや、うちは痛くないから、なんで強くしてくれないんですかって言うけど、強くする必要がないよね。強くしたら効果出るんだったら、うちもスピード小顔なんで、もうほんとそれこそ日本一痛い、日本一痛いスピード小顔を作ってるんだけど、そうじゃないよね。そう、ほんと軽い手当てで大丈夫。これで変わったらすごいじゃん。はい、じゃあ外して、で、もう一回触ってみてください。あ、違うわ、なんで？で、これで、出しゃばった骨を元の位置に戻す。で、続いて今度ほうれい線をさらにスッキリさせる方法ね。で、これは口の周りから出てる、まあ、口のね、この周りに口輪筋っていうドーナツ状の筋肉があって、そこからこう筋肉がね、こう斜めに走ってるんだけど、ちょっと口角のところから、口角からこの頬骨に向かって、この上唇挙筋という、こう上唇をこう打ってあげる筋肉ね。で、そして、次が、小胸骨筋というちっちゃい頬骨の筋肉で、その大胸骨筋という3つ筋肉があるんですね。これ3本指で口角のところから頬骨に当たって向かって、こうこんな感じで11時、10時、10時半みたいな3本ね当てます。で、このまま筋肉の倉庫に向かってマッサージするんだけど、こんな感じでやると皮膚が動いちゃうよね。で、これはお肌にね、こうアイロンかけるのと一緒で、唇を、で閉じます。そうすることで張りが出るんで、この状態で押さえて、で、頬骨に向かって軽くこれギュッギュじゃなくてギュッギュッってやります。じゃあこれも30秒ね。唇を閉じて、はい、いきます。用意スタート、優しく。これで普段ね、マスクとかで隠れてサボってる筋肉が伸ばされながらね緩んでくるんで、縮んだ筋肉が緩むと、本来の筋肉の張りが出るんで、さらにここがスッキリします。で、唇をしっかりこう、閉じておくのがポイント。まあ多分これ鏡見てないから、方向的にはまっすぐ真上向いてるんだけど、本当はね斜め、はい、 OK。 さあ、これでもう一回触ってみて、さらにスッキリしたと思う。本当だ、こういう状態になってますよ。そうそうそう、分かりやすく言うと、表現すると、こっちがやっぱめっちゃ出てますね。私こっちめっちゃ出てる、チャームポイントやったね。めっちゃ出てるの、主張激しいな。でも本当に違います。そうだから、自分の手で自分の顔でデザインできたのね。デザイン、すごい。しかも全然痛くない。そう、はい、じゃあ次この目の周りとね、目の周りはやっぱりこう普段のね、スマホ見たりとか、こう遠いとこってあんま見ないでしょ。お仕事してもこう近くばっかり見ちゃうから、まばたきしなかったりとか、目すごい疲れちゃうんで。めっちゃ疲れます ね。なので、この目の前の眼輪筋をまずマッサージします。で、やり方はピースを作って、まず片方で目頭片方で目尻を押さえます。で、そこからちょっとこう開きます。左右にこう牽引をかけて、はい、このまま左右に揺らします。で、この時に目はつむっといた方がいいですね。で、目をつむって、できたら眼球はね、上向いといた方がいいですね。難しかったら両目つむって、目の玉上向けとくといいですね。あとは綺麗に左右にね、普段のチョキチョキポーズが多分癖づいてるから。うまいです、これは。そうそう。これね、本当に一瞬でね、目すっきりするんで、ちょっとしんどいなーっていう時は、目薬さすよりこっちやった方が、結構目の周りのね、血液循環良くなって、目すっきりするんで、どうも、まぶたきしてみて。軽い、めっちゃ軽くないこれ、すごい、こっちの重さがすごい際立つ今、で、続いてこの目がね、こう重くなったりとか、こうだんだん年々目がちっちゃくなる人もいるんだけど、これね、まぶたが下がってくるんだよね。で、こう眉毛をこう上げるときに、このちょうど、目頭からこの眉頭のとこに眉毛下正筋っていう眉毛をこう下げる、眉毛を下げる筋肉があって、これも普段表情がこう固まってくると、固まってね、それが下がってきて、それがまあ目がちっちゃくなる原因になるね。なので、これは指1本で目頭から眉頭に向かってこうキュッとこう擦ります。これもね、そんなにお肉分厚くないので、もう軽く、はい、これで30秒軽く、
めっちゃ簡単でしょこれ。はい、なんかもう、うん、眠くなってきました。眠くなってきた。気持ちいい。痛くないから。これもね、だから普段のあのブラシやるんだったら、その中にもこれルーティンで入れてもらったら、まあ一応全部30秒って言ってるけど、別に15秒でもいいし、うん、その長くするよりも継続することが大事なんで、はい、ブラシを毎日するようにそこにちょこっとこうやってね。このひと手間がかなり変わるんですね。そうそうそう。 OK、 はい。こうすると前に動かしてもらうとまぶたとかめっちゃ軽いでしょ。確かに開きやすい。なんか重さがない。さあ、そしたらさらにこう目をね、はっきり 目力を出していくためにこの眉毛の上、眉毛をこうつまむ感じで軽くつまんで、キュッキュッってこうつまんで、キュッってこう目尻感じ、目頭側から目尻、目尻から目頭ってこう半円描くように行ったり来たりします。はい、じゃあどちらからでも OK なんで、はい、はい、OK、スタート。眉毛をすりつぶすイメージですね。そうそうそう、もうでも軽くね、ちょっと前につまんで動かす。うん、うまい、うまい。チョキチョキ系うまいね。そうですね、こうする系は得意ですよ。これもね、結構後で楽ないね。こんなに目って重たかったんかっていうぐらい知らないものが乗ってるみたいな。はい、OK。 さあ、これでさらに目の上軽くなるでしょ。なぁ、目力ね、目力こうなる。こっち側が重すぎて、ね、こっちもパンって。で、さらに、おでこも軽くするんで、この前頭筋っていうのが、この眉毛の上ぐらいから、おでこ、で、肺が入ったところまであるので、これね、指3本、4本ぐらいの、この指の腹を使って、おでこに当てて、で、上に、ちょっと皮膚を伸ばすように。で、また場所を変えて、ちょっと上にずらして、ちょっと上に。はい、これでさらに、右が上がりました。すごい感覚が違いますもん。でも全然ちゃうよ、こう血色も違うし。そう、これ成形したんちゃうって言われるぐらい。やばい。で、これで終わりじゃないよね、最後の締め。やっぱりこう二重顎とか気になるでしょ。で、今からこれやると首痩せ、この二重顎をスッキリします、うん、はい。で、ここはやっぱり下向いてる時にここの首の前の筋肉が中で縮んじゃうよね。で、こうすると縮むとベヨンって皮膚が余っちゃうでしょ。前かがみになるとお腹ボヨンと出るように、首がこう目線が下がるとこたるんじゃうよね。最近だってすごい気になるんですよね、この辺。なのでここをスッキリさせようと思ったら単純に上向いて伸ばせば OK。 だけど、これも、右側だけいくんで、筋肉がね、後傾筋っていってこのエラのとこから鎖骨のとこにこうついてるんだよね、はい。これもアイロンと一緒で片方押さえておかないと無駄に動いちゃうんで、はい、まずは左手で右の鎖骨を軽く固定します。で、ここから上向いて、で、左向いて、で、もう一発伸びてる。そう、顎食いみたいな感じで伸ばす。顎食い。そう。で、ここからもう一発伸ばします。アイーンって。アイーン。これはアイーンよね。すごい、なんかきついここが。普段こんな伸びることないでしょ。ないです。じゃあもう最後ね、アイーン10回しましょう。きつい。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。結構きついんですけど、これちょっと触ってみて。あ、首痩せ。確かに、わかりますか、顎ラインが出たね。確かに腕が入りやすいです、こっちの方が。そうで、これすることで、まあ、その顔ね、顔でも気になるところだけじゃなくて全部やっぱつながってるんで、気になるところだけじゃなくて全部ね、フルメニューでやった方がいいね。これをやってもらうことで、もう本当に整形級に変わっていくし、こっちだけめっちゃ軽いですよ。軽いよね。すごい、なんかもう一皮むいた感じ、うんうん、これぐらい変わるんだよね。まあ、こんな感じでね、あのホームケアでね、あのかなり変えれるので、ただまあこれはケアなんで、それ以上に、まあ、それ以上にね、まあ、本当にエラとかその歪みが気になるんだったら実際に骨矯正した方がいいので、でその矯正をしてやるとさらに効果もあるし、うん、持続性もあるので、まあ、またね、今度また違う時にまた来たら、やっちゃうよ。やりたい。ということでね、今日はまあ、急遽ね、あやまるちゃんが遊びに来てくれたんですけども、こういうね、ホームケア普段もね、やってるんですけども、改めてこうやってね、モデルさん使って、モデルさんっていうか、まあやまちゃん使ってやると、より変化もね、すごいわかりますよね。わかります。すごい、ありがとうございます。
まあ、ぜひね、同じような悩みで悩んでる方なんかはぜひお試ししてください。はい、はい、そしたらね、まあ、今回ねあやまりちゃん遊びに来てくれたんですけども、実は僕もねあやまりちゃんのチャンネルの方にはねお邪魔してるので、あの概要欄に貼っておきますので、ぜひ遊びに来てみてください。すごいお得なね情報とかも発信されてるんで、はい、で今回の動画を見てねいいなと思った方は高評価とあとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川おしんでした。こんな感じ、めっちゃいい感じになりました。私これ覚えて家でもやります。絶対やってよ、よかったよね。でもでまた来月来るんでお願いします。マジで、はい。ちなみにあの神だから、うん、あの予約取れへんけど、いや来ます。来れます。はい、お願いします。まあでも体の方が興味あるな、なんか猫背と、じゃあ全部お願いします。半身そのお腹とじゃあまた、お願いします。ありがとうございました。はい。